新型コロナの最新の情報です今日道内では新たに835人の感染と2人の死亡が発表されました感染者の内訳です札幌が378人旭川56人その他か興局別で見ていきますとホーツ管内62人石狩管内37人などとなっています続いて感染者数の推移を見ます 先週の月曜日と比べて4割以下となっていまして1500人以上減っています新規感染者数の発表が1000人を下回るのは7月12日以来およそ3か月ぶりです